あれでリムルさんの仲間にも犠牲が出たもんだから、あの人激怒しちまってるんだわ。何を言うか、ヘミフゼが。リムルとやらに顔が利くなら都合がいい。取りなすのも英雄の仕事であろう。なんとかせよ。カルロス卿、控えるのじゃ。いいか、まずは俺の話を聞け。死者も送らず、宣戦布告もせず、異世界人を送り込んで暴れさせたらしいな。俺は戦争の仲裁に出向いたんだが、それを聞かされて唖然としたぜ。だがよ、俺もこのファルムス王国で生まれたものだ。祖国を滅ぼされるのは忍びないし、なんとか交渉してもらえないか頼み込んだんだよ。国家の大義を貴様ごとき平民が語るでないわ。よいか、わしは控えろと言ってるろ。このバカ誰だ。事情を知らぬ者が出しゃばるでないわ。良いか、皆の者、ヨウム殿の言葉は事実じゃ。我らは敗北した。生き残ったのはわしとレイヒム殿、そして暴風竜の魔素に当てられかような姿に変じてしまわれたエドマリス王のみ。囚われた我らはヨウム殿の口添えで解放されることになったのじゃ。大国ファルムスが魔物に屈するだと。しかしどうしようもあるまい。ケイは暴風竜を敵に回すつもりかね。いや、それは話を受け入れようではないか。のう、皆の者。賢明な判断です。それでは約束通り、この国の王を解放して差し上げましょう。何者だ貴様、いつの間に。これは失礼、ガラ空きでしたもので。私の名はディアブロ、偉大なる我が王リムル様の忠実なバトラーですよ。陛下、その薬は我が国の特産品のフルポーションです。極上の回復薬ですよ。ご気分はいかがですか。ああ、助かった、感謝する。さて、ファルムスの王よ、我が王であらせられるリムル様より伝言があります。聞こう、魔物の国の使者殿。では申し上げます。これより一週間後、この地にて両国代表による和睦会議を行う。何時らに選択肢を与えよう。選択肢。一つ目、王が退位し戦争賠償を行うこと。二つ目、我が国の軍門に下り属国となること。三つ目、戦争の継続。無茶だ。以上となります。それでは一週間後までに答えを用意しておいてください。待ってほしい、それはあまりにも時間が。黙りなさい、私は気が短いのです。しかし地方の貴族たちも召集せねば。黙れと言っている。お前たちの都合などリムル様には関係ない。いいですか、つまらない小細工を浪しようなどと考えないことです。返事を先延ばしにすることも許しません。一週間後に返事がなければ戦争の意思ありと受け取ります。いいですね、それではせいぜいよく考えて返事をするように。